こんにちは、ゆらです。キャラです。ネルキャンです。俺たち、ミッドナイトボーズです。今回は、ワクワク NG ワード対決。ワクワク NG ワード対決っていうのは、今ここに NG ワードが書かれているボードがあります。今ね、これを頭に掲げて、自分では見えない状態で相手にその NG ワードを言わすっていうゲームです、はい。まあ、よくあるやつだね。DVD マガジンみたいな。そう、DVD マガジンでよく見るやつです。これ私たちもやってみようと思って、はい、まあ、ワクワク楽しんでいきましょう。はい。それでは、いっつテイスティングください。いきます。じゃあ、1回戦。NG ワード掲げましょう。はい。せーの、ワン。逆。逆普通に逆。俺はこうですよ。これみんな見せてください。こうです。これ、はい、合ってる。向き合ってる。はい。じゃあ、まあ普通にこっからはなんか普通に会話をね、楽しんでる。うん、基本的にはだから、うん、ハロプロ関係のこの感じだと、基本的な言葉。そうだな。なんか、あのニッチな言葉じゃないよね、これ。確かにな。そう、言いそうだもん、そう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 、すぐに。じゃあ、福村瑞希とか、そういうのじゃないよね。おーい締めるね。怖いね。でもこれ会話なくなっちゃうのね。だから、まあ、普通にいつも通りのハロプロの話しますね。アウトアウト。はい、雄大脱落です。はい、2人でいっていきましょう。早っ。なんだろう、俺自分でこれ自分の言葉当てれてもいいんでしょ。うん、好きな曲とか言っていく、うん、曲、うん、マジックオブラブ。ライブ。お片言じゃん。ジュースはライブですよね。ちょっとライブ。あいーやっぱりモーニングで危ねえよ。だからモーニング娘。の曲言ってたら危なかったよ、マジで。危ねえ。そう、じゃあ1回戦アキロフの勝ちです。じゃあ2回戦進みたいと思います。2回戦いきましょうか。いきましょう。せーの、ワン。待ってる、これ待ってる、見えてる、いい、これです。ちょっと見ます。はい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 。なるほどね。あ、こういう系統だ。なるほどね。多分こういう系統だと思うんだね。誰だ。さあ、じゃあハロプロに関して、さすがにハロプロね、ハロプロに関してお話していこうかな。していこうかな。見る感じ、うん、人でですね。人だね、おそらくね。好きな人の特徴でもいい。はいはい、好きな人の特徴ね。好きな人、まあ俺は元気な人がいいね。元気なね。これさ、分かったもんね。そう、自分の分かったら言ってもいいんだよ。多分、森と地。見てみ。なんだそれ。なるほど、それヒントだな、今の。今のヒントだな、多分。オッケー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 、今のはヒントだ。分かるよ。あー、ちょっと怖え。うかつに言えないぞ、こんな。オッケーオッケーオッケー。年上メンバーから名前言ってこうぜ。いいよ。谷本さん。おあー、そういうことで。年上なら誰でもいいってことで。はい、谷本さん。山岸さん。はい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 。岸本さん。お前、尾形さん。福村さん。福村さん、うん、金沢さん。おー、生田さん。おー、川村さん。はいはいはい。今さ、アンジュレムのさ、うん、なんかリアタイでやってんだよ。うん、うん、とかに誰のさ、顔立ってる。今、カッサじゃない？カッサさん。え、ゆで誰だったの？そう、ワリンちゃん。あー、オッケー。はい、いや違うか。ふなっき。なんでそんな攻めるの？うわー、マイカー。俺の予想は、竹内さん。ほらな。よっしゃ。なるほどな。俺はね、怪しいのったんだよ。いや、俺はこの二人が推しだから、ラーメン、俺ミスってんなって。全員推し麺で来てんじゃん。はめられた。そう、はめられた。はめられてんの。早とちりの性格をね、アンジュ姉妹だと思ったのよ。あー、だからリンちゃん、リンちゃんって言ったじゃん。リンちゃんって言ったから、リンちゃんって言ったから、そう、残りを考えて、で川村さん消した、で竹内さん消えてる、でリカ子だとあだ名じゃないじゃん。確かに。だからこれは来たと思ってフナッキーって言ったんだけど、普通に推しだったって話。俺は別に何もないから。そうね、確かに、まあ、こう見たらアンジュの縛り、こう見たら推し縛り、うんうんうん、ただちょっと竹内さん怪しいかなっていうくらい。なるほどね。これでじゃあ雄大が2戦目勝利、はい、じゃあラスト3戦目いきましょうか、うん、じゃあラスト3回戦やっていきましょうか、はい、これで
俺が取れば同点、他が取ればどっちかが優勝ってことになります。 OK、 続いていきましょう。はい、せーの、ほい、あと3。お前3の3でやりなさい。あー、わかんねーなー、ちょっとわかんないんだ。あの、じゃあいきましょうか。ハロプロ系のお話を。待ってね、じゃあ曲でしょ。6月、今日6月28日ですけれども、来週の土曜日、7月4日はソロコスパネ。1月の7月4日土曜日、次の土曜日今度いつだっけ、10日応募してんの俺は。あーそうそうそう、あれもね、いつ行くんですか。あれってさ、ファンクラブの人だよね。そう、ファンクラブでいいよ。いや、とりあえず先行、そう、でも1000人だから。いやー、厳しいと思う。キャパが、そういつだっけ、何、え、3週10、11、土日がハロコンで、その次、大阪行って、で、仙台行くんだよ。あ、仙台、仙台仙台は21とか、そんな感じかな。なるほどね。大阪じゃないんだね。じゃこの前さ、大阪じゃない、この前仙台行った、いいじゃねえか。この前のこの前仙台行ったよ。いや、俺行くなら全然、俺仙台とか行ってもよかった。楽しいよ、マジな。めちゃめちゃ楽しかったよね。ラスト、ラスト俺も入っていい？普通にさ、なんか俺初めてだから、うん、どうしたったらその中尾とか近いところに、仙台って行ったりとかして、うん、か透明のとこ結構面白かった。めちゃめちゃ楽しい。昔は北海道とかの時にあり、いいけど、マジで高いから学校始まったら大阪遠征の時に俺の方に来たりとかして。確かにね、そっか、お前は近いんだ。そうそうそう、そっちも近い。俺仲間行ったらどうだよ。俺は一回、TOのと、クリピーナッツのライブで、リコーそんな、別に出ようないシャパーは、1000人ぐらいなんですよ。元々2000人で、2000人で、あれで、その今回のコロナで1000人。50% なんだよね、確かに。そうそう。あ、そうなんだ。じゃあ、当てに行っていいですか。中野。なんで中野。これはでもさ、なんか、一人だけずるいな。っては思っちゃった。中野サンプラザ。でもだから俺はもうオリックスだと思ってるんだけど、違うんだよね、多分。だからなんか曲、なんかさ、最初の反応が違った。雄大に攻めますか。ハロプロコンサートの楽しみでやっぱグッズ買うとこではあると思う。列並ぶのもなんかワクワクして楽しかったですよね。どんぐらい並んでんの仙台は。でも多分少ないんだろうけど、だってデューの時武道館さ、めちゃめちゃ並んでくそうだよ。無理だったら先にハロショーで買っとくってもある。そのペンライトぐらい。ああ、そう、ペンライト欲しいんだよ。ペンライトいや、分かった。これ無理じゃない。言わせんのは無理でしょ。いや、俺は言わせたい。いや、話してください。言わせんのは無理だって、だって。いいです、終了。分かる。じゃあもう当ててみ。雄大分かんなかったら、分からん。微妙だよね、なんかね。秋葉原。あー、彼女関係で、せめて秋葉原って言わせようと思ったんだけど、ちょっとね、難しかったから、まあ、今回分かったのは、俺がだいぶ弱かった。そうだ、で、で、優勝は、だから、雄大か。あ、なんか、なんか残った感じで。まあ、なんか不本意な感じですけど。面白かった、うん、ちょっともうちょっと練習してやりたいぞ。一発目が良すぎたのかもしれんね。今回は、ちょっと俺が弱めで、雄大が強かったって感じだ。まあ、強くはないけどな、確かに。今回は NG ワード対決、これで終わりましょう。はい、それでは、バイチュー。